こんにちは、千秋ですぷ。今日は千秋ビューティー3。前回の千秋ビューティー2で、私のお仕事用のメイクボックスの中身を紹介したんですけど、それを見た私のメイクさんが、もう50歳にもなるタレントさんのメイク道具としてはちょっとチープすぎるかも、ということでデパコスをプレゼントしてくれました。それが結構いっぱいあったので開封動画です。じゃあ行きます。早速行きます。まずはこちら、シャネル。なんかね、千秋さんにいろいろ使ってほしくてって言ってくれて、ということで、じゃじゃん、見て、こんなに見える？こんなにプレゼントしてくれました。なんだろう、なんか長く使えるものって言ってたので一個一個開けたいと思います。まずこちら、この3本あるうちのこちら、なんだろう、あ、シャネルのマーク、何これ、あ、見て、筆、あ、両方とも筆だ、あ、すごい、あ、すごい、上も下も両方とも筆になってる。そしてこちらは、あ、メイク道具をくれたんだかな。これも、おお、スクリューブラシ、おお、あ、これは眉毛を描くやつかな、アイブロウペンシルじゃなくてアイブロウ筆。こっちはパウダーの眉毛、こっちは整えるのかも。わー、嬉しい。そして3本目は、あ、これも筆かな、じゃじゃん、あ、これも左右ともに筆です。こうやってやるんだっけ、左右ともに筆です。これはアイシャドウとか、さっきのと一緒、さっきのと違う、あ、さっきのと違う、このほら太さが違う、こう太さが全部違う、大きいのから細いのまで。わー、嬉しい。しかもこう蓋するから持ち歩きできるんだ。うおー、これが3本でしょ。そしてこれなんだろう、これは、あ、緊張するね、高い化粧品は。何これ、あ、見て、鏡と油取り紙だ。シャネルの油取り紙が入ってる。へえ。で、鏡はずっと使えるんだ。これは、で、しかもこういう布のポーチに入れて、買うのに緊張しちゃうじゃん。嬉しい。あとまだ2つあるよ。こちらの大きい方は、何これ、わー、筆だ、筆、あ、こういう顔全体の筆、うん、ふわふわしてる、かわいい。しかもこれもこんなちっちゃくなる。やったー、嬉しい、ありがとうございます。まだある。最後にこれは、あ、これも筆だ、ちっちゃい筆、嬉しい。もうさ、これだけでさ、もう筆が全部揃ったじゃん。あ、そっか、私ずっとマリークワントの
筆をデビューの頃買ってずっと使ってるって、もう30年使ってるって言ったから新しいのをくれたんだ。こんなに全部ここにシャネル書いてある。こんなにいただいた、ありがとうございます。これでプチプラコスメを高い筆でプピプってやればいいんだ。ありがとうございます。そしてもう一個くれたんですよ。じゃじゃん、なんとこれはじゃーん、エルメスプチプラコスメから急にシャネルとエルメスだよ。飛躍してるね。あ、箱も可愛いね。で、これもちょっと開けちゃったんですけど、これこうやってね、一個一個箱とリボンがついていて、ほら、マニキュア、エルメスのマニキュアです。こっちはベースネイル、かわいい、シンプルだけどかわいい、ていうか箱がかわいい。やばい、また空き箱コレクション始まっちゃう。そしてこれはまだ開けてないです。開けます。エルメスのリボンをさ、開けるときってさ緊張するよね。これはじゃーん、トップコートなので、ベースネイル、ベースネイル、ネイル、トップコートです。かわいい。これもありがとうございます。嬉しい。もうこれはさ、飾ってるだけで可愛いもんね。ちゃんとエルメスって書いてあるし、蓋のところもエルメスのマークあるよ。へえ、こんなの売ってるんだね。最近グッチとかエルメスとかがコスメ始めてるけど。それからもう一個、これもシャネルです。これはね、またこういう箱なんだけど、こちらはグロスです。シャネルのグロス、これはこういう色、わかんないねです。一本ぐらいこういうの持っててもいいもんね。以上、こちらがメイクさんがくれたやつです。私のチアキビューティー2を見て、プチプラがあまりにも多かったので、ところどころこういういいものも混ぜてみたらどうですかっていうことでいただきました。こんなにいっぱい、ありがとうございます。嬉しいです。そしてここからは私が最近買ったコスメ3つだけ紹介します。まず1個はじゃじゃん、こちらです。これは無印のリップグロス、ピンクベージュです。じゃんじゃん、これはこういう色、はあ、おあ、落ちてエルメスの箱が汚れたかと思った。大丈夫だ、こういう色です。結局ピンクベージュ、これもだけど、なんか薄めの色が好き、ピンクベージュとか。これは好きな色だったので買いました。あとはじゃじゃん、こちらが韓国コスメです。韓国コスメ屋さんで買ったんですけど、なんかね、これなんか面白くて、見て、こんななんかサイコロみたいになっててね、開けてアイシャドウ、開けて筆、その下にチーク、なんか面白いなと思って買いました。
こういうおもちゃみたいなのが好きです。あとは最後はこちら、じゃじゃん、スーパーで見つけたいちごの香り、お子様の唇に優しい使い心地、いちごの香りの薬用リップです。ダリア子供リップクリーム。もうさ、こういうのさ、もうさ、自分の娘でもこういうのはもう子供っぽくて買わないっていうのに、私が買ってどうするって、もうおばあちゃんの世代なのに買っちゃう。なんでかというと、このこういうパッケージもそそられるんだけど、このさ、下のこの透明なところ、透明のプラスチックのところとかがさ、もうさ、可愛すぎてさ、しかもなんか500円とかしなかったと思うから、こういうの見つけたら買っちゃうの。あ、超イチゴの匂い。うん、いい匂い。ほら、懐かしくない？こういうの小学生の時に買ったよね。イチゴの匂い、これを買いました。もうこういうのばっかし買っちゃう。以上、エルメスからスーパーの子供用リップまで、千秋のコスメ開封動画でした。チャンネル登録といいねもよろしくね。